やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。どうしてスタミナに勝ち子ができないか考察しないか。いや考察というか分かるくね。いやもうネットって伝わるから、チンコよりチンポの方がウケんだよね。これニュアンス伝わる？多分そういうとこ。勝ち子って言ったら戦わせたら怖いもん。なんでだよ、なんでだよ、叩かれねえよ別に。サさんガチ恋に冷めた飯と。いやちょっと待ってね、おかしい、それはおかしい。俺ちゃんと言ってる、なんか夢を見させてくれるようなことを言ってる配信者はお前のこと金としか見てねえ。切れてきたマジで、お前らみたいな、もう頭パッパラパーのさ、お前らはガチ恋させられてんだよね。しちゃったんじゃない、させられてんの。あっちの術中にハマって出んの、気づけ。あー、あの配信者かっこいい、私ガチ恋しちゃうじゃない。あっちの策略にお前がハマっちゃってんの。切れてきたマジで。いやー、イライラするとさ、ここの筋肉発達しちゃうんだよね。顔でっかくなっちゃうよ。いやでもそうだからね、ほんと気をつけてね。ガチ恋でいることって俺は美しいことだと思うし、全てが出会いだと思うんだけど、それがしちゃったのかさせられてるのかって大切だと思うんだよね。怖いじゃねえよ、お前逃げんな。怖いって言ってすぐ逃げんな。俺の言葉に耳を傾けろ。ロルと今どっちが大切だ。ロルよりいたことってないよ。たまに俺がロルのことを語るとさ、あいつロルのネガキャンしてるっていう人がいいんだよね。違うからね、事実を言ってんだからね。誰よりもロルのこと愛したんだよ。だからこそ一応本当がわかるんだよ。ああ、いやー、クソが。何がネガキャンしてるだよ。マシュマロ行きますかね。今回の募集内容なんだっけ。私がガチ恋してる人紹介してくださいとか、なんかそっちだった気がするな。ガチ恋系集めてきましたんで読んでいこうと思います。一発目、スタミさん、はじめまして。ライジンさんのガチ恋している JK です。ライジンさんのことは、まだ私が中学1年生の頃から知っていましたが、昨年末に性格に惹かれて恋に落ちてしまい、もうすぐ半年が経ちます。マーダーミステリーの時に誰よりも役になりきり、自分の意思を持ちながらもプレイキャラクターらしい選択をするところが好きです。自分の意見をはっきりと伝えてくれるところも好きです。人と話す時に目を合わせるところも、面倒見がいいところも、酔ったら声が大きくなるところも全部大好きです。でもそれ以上に絶対に私のことを好きにならないと断言してくださるところが好きです。ファンのことは大事に思ってるのに、個人個人には興味がなさそうな姿がとても信頼できるし、そもそも私は2008年1月生まれ。2008年1月生まれの今の JK って。怖っ！ライジンさんは95年の1月生まれと、一回り以上年が離れているので、何かの間違いで付き合えたとしても、世間の冷たい目が私よりもライジンさんの方に向くのは明確です。ライジンさんの幸せは私の幸せだから、私以外に幸せになることを切実に願っているし、ライジンさんの結婚式の写真を見てなーというストーリーも上げたことあります。絶対に振り向いてくれないから、このリップを送ったら気持ち悪くないかなと思いながらもリップを送れたし、ライジンさんのために大きな決断や努力をしている方々と自分を比較してやまずに済みました。だからこそ絶対に振り向いてくれないライジンさんのことが大好きでした。それなのに今年の3月にシャルルさんが結婚を公表した時は、私たちが知らないだけで実はライジンさんにも奥さんや彼女さんがいるのではないかと考えやみました。そしてそれ以上にライジンさんが幸せになることはイコール私の幸せだと思っていたのに、ライジンさんが選んだ素敵な女性との幸福を、素直に喜ぶ自分の姿が描けなくなってしまったという事実もとてもショックを受けてしまい、2週間で4キロ痩せました。正直今でも気持ちは変わりません。それまでも自分の心はどっかでずっと幸せを願っていなかったのか、シャルさんの結婚をきっかけに気持ちが芽生えてしまったのかもしれません。ただ恋をしていても恥ずかしくないように今まで何倍も努力をしようと思います。よくわからないこの感情を抱えたまんま、これからも大好きいます。長文失礼いたしました。純粋なガチ恋、恋心がシャラルによってかき乱されたというな。お前ちゃんと裏でやってんじゃないかと。
はい、ジャスパーさんにガチ恋している23歳女です。何をしても可愛いと思ってしまうので末期かなと思っています。これたくさんいるんでしょうね。俺もジャスが何してても可愛いせいだからわかるね。汚いんだけどな、普通に平国し、なんか可愛いんだよな。イベント関係の仕事をしていた時にあまりにもブラックパワハラセクハラ怒りを12市兆円、逆に実際食道炎にもなりました。医者からもなんでこんなになるまで病院に来なかったんだとこっぴどく怒られる日々、同棲していた彼氏も浮気するわ、丸々ちゃんの家でも、仕事ばっかりでよく仕事は好きなんだねとのんでり発言ばっかりで、休みの日は布団から出られず、泣きながら過ごしていました。ふと昔見ていたコット実況が YouTube のおすすめに出てきて、何となく見た昔と変わらず元気いっぱいのハセシンさんがいました。変わらず前向きで声がでかい彼の姿は私にとって一筋の光でした。その日からハセシンさんの動画配信にのめり込み、こんな人が上司だったら、同期だったら、彼氏だったらと妄想、当時は気がついていませんでしたが、いつの間にか依存系のガチ恋をしてしまっていました。いつかハセシンさんとマッチングできるかもと思い、再び始めたコットでできたフレンドからの友達の輪が広がり、今はガチ恋ではありませんが、そのフレンドつながりで知り合った方とお付き合いし、順調に結婚し、昨年子供にも恵まれました。ハセシンさんにガチ恋したおかげで、ブラッククソゴミボケ会社と、モラハラクソゴミカス永遠に楽器元彼と別れ幸せをつかみました。今はガチ恋というより守護神のように思ってます。ハセシンだけに、守護神何してんの、救われてるじゃん。やっぱさ、もうすごいね、振り切ってる元気って人に勇気を与えるんだな。しかもちゃんと変わりないしね、彼はずっと元気だしね。過去の話になりますが、ローレンのガチ恋です。ガチ恋勢の時、私自身の生活における全ての仕様がローレンさんの言動でした。バロは汗たいまでやり込む、わお。ツイッターで流れてくるローレンファンは可愛い方が多く、外見も気にするようになり、体重も BMI 16まで減量しました。ただそれ以上に、今を振り返ってみてガチ恋をしていた頃、一番の機構は進路をローレンさん基準で決めたことです。ローレンさんのクズ彼氏ムーブが特に好きだったので、付き合うためにはローレンさんを養うだけの稼ぎがないといけないんだという考えになりました。その結果、医師になればいいんだという結論に対し、仮面浪人をして、医学部に進学しました。現在ローレンさんのガチ恋ではないですが、勉強や外見を磨く際のモチベを高めてくださったおかげで今があるため感謝しかないです。すごいね。でもあれだね、やっぱり女の子ってさ、推しは変わるんだね。今は推しじゃないんですがとかがめっちゃ多い。スタミにガチ恋仕掛けていました。ディズニーで女と歩いてるの見て呆れました。今はただのファンです。応援しています。落ち着きました、ありがとうございます。ちょっと動揺してしまった。俺さ、ラプンツェルのコスプレしてなかった？大江隆之のガチ恋罪です。見るたびにイライラして反転アンチになりそうになりながらも配信を見続けてしまうので、知らんけどガチ恋なんだと思います。そうじゃないとおかしい、説明つかん。そのギリギリの瀬戸際が癖になるんだろうな。プラスとマイナスを行き来するっていう、そのさ、高低差がたまんないんだろうね。サウナと一緒だよ。ボカロ P にガチ恋をしていました。彼の音楽や人柄にも、執着が行き過ぎて負の感情を覚えることすらあり、鍵垢で愚痴っていたところ、他の隠れガチ恋が本人にチクり、脅迫として実家に警察が来る事態に、わお。未成年として許されましたが、指紋や写真を撮られライブは出禁になりました。彼をフォローしていないアカウントも、ブロックされたので、警察には全部バレてるんだなと学びました。すごいね。なんかなかなかじゃない、これ未成年にとがりすぎだろ。どんなこと言ってんねん、警察来るレベルの脅迫って。リアコナーです。相手は、某有名事務所のアーティストの方です。歴は1年半ぐらいです。目に留まってるとも思いませんが、1年半毎月手紙を書いており、それとは別にドラマ等出ている時は毎は感想を送る。ここ半年くらいはそれプラスインスタで鍵アカプラス本人にしか見えない親しい友人のみの設定プラスタグ付けでほぼ毎日近況を送っています。それぞれ全部自分の、電話番号と LINE を書いて連絡待ちをしています。いつでも連絡来たことありません。多分無理です。それでも今は郊外いるので、お金を貯めてせめて都内で生きてどっかで出会えるようにする予定です。
出会うための努力をし続けたらいつかその人よりももっと素敵な人に出会えるんじゃないかと思って無駄じゃないと信じています。25歳女です。恋愛経験は自慢できるほどに豊富です。他にやれることがあれば教えてください。あと普通にスタさんのことも好きなので都内で生きれるようになったらスタさんにも会いに行きますね。その時は飲みに行きましょうね。恋愛経験はほんまに25歳だったらさ、そんなグイグイ行ったら相手が惹かれるって分かんない。モテる男ほどグイグイ来られるのに慣れてるから引けよ。有名事務所のアーティストの方とかみんなにグイグイ来られてんだから。ちょい前までホロライブのラプ様にガチ恋してました。スタとコラボするまでは。なんでだよ、なんで俺とコラボすることがそんな聞いちゃうんだよ。サミさんこんにちは。私はとある配信者にガチ恋をしています。ツイッチで活動している方ですが、かなりファンの年齢層が低いです。そのため鍵もかけずにガチ恋を公言しているような同担のガキンチョともしばしおり、正直虫唾が走ります。イベント告知にまだ丸学生なので行けません。丸々県でもやってほしいなどと個人情報丸出しの気象リップを通報しまくる人生です。正直コメントやリップなどではなくて DM で本気でパコリに、行く覚悟がないガチ恋リア構成は出直すべきだと思っています。そんな私ですが、生態祭にて、古いグッズとその数、可愛いケーキやスタジオでのマウントを取ることでギリギリ生命活動を維持できています。金と歴でしかマウントを取れませんが、いつしか PD 同担やクソガキどもを全員根絶やしにし、将来はお相手様を養う生活をしたいと思っております。もしよければ配信者視点で、オパコをしたいと思える視聴者像を教えていただけると嬉しいです。いやすごい覚悟だね。でも俺がここで本当の意見を言ったらそれをやってしまいそうな熱量があるよな。あのね、これガチな話していい？何者かになることだよ。若い可愛いとかじゃない、なんかになりな。なんか TikToker でもいいよ。 Twitter でコスプレ始めましたとか、ファンティアやってますでもいいんじゃない。それが配信者視点だと一番分かりやすいと思う。俺怒られんだよこれ。ちょっと待って、俺怒られるな。何いいか。サミさんこんにちは。私の ガチ恋相手を紹介させてください。私の相手はササティック山本優雅さんです。優雅さんです。いや怒られんねん、マジで。これはしっかりと自分を持ってる。お前なんかね、言い回しもなんかティックキモいぞ。ちょっとしっかりと自分を持っているところや、オタクで知識豊富なところ、自分のやりたいことを楽しんで活動しているところなど、優雅さんの全てが大好きです。好きすぎて優雅さんの配信で喋った情報、好みなどは全てメモに残したり、恋愛小説を見て主人公を置き換えて考えたりなど自分なり にガチ恋しています。しかし優雅さんは自分の信者になるなと以前すごい発言、すごい発言じゃない優雅さん。笹さんはすごいんだみたいな質問を持つことが嫌がってる節があります。多分自分の過剰に持ち上げることが嫌なのだと思います。だからきっとこのまちまるに書いてることも間違ってるし、私のこの持ち主も間違ってると思います。まあ、そうかな。リクはこういうマシュマロに自分のことを書かれるってことが大嫌いだと思います。好きな人の嫌いなことはしたくないので、配信を見るたびに好きになってしまう自分が嫌です。もちろん本人に DM など迷惑になることは一切していません。ですが好きという感情を持つことが一番の迷惑なんじゃないかと思っています。こんなことを考えすぎて毎日泣いちゃうし、配信で毎日好きの感情が溢れて頭の中ごちゃごちゃです。現実で恋をしようと思っても優香さんが頭の中から消えてくれません。現実生きてて恋愛しようと思ったら優香が浮かぶの、ちょシュールかも。優雅さん以上は今後現れないと思うし、優雅さんのいいところ悪いところも全部好きなので、他の人を好きになることはないのかなと思っています。きっと私はこの思いとともに生きて死ぬなと思います。苦しいけど優雅さんに捉える人生も私なりの幸せかと感じています。すごいなお前、重すぎる。今回のこのマシュマロを書いたのは誰もがこの思いを言えずに終わってしまうのか嫌だったからです。これからもこの行事を隠しながら優雅さんを応援しようと思います。お題と連れて行って申し訳ありません。もしかしたらこの人好きになっちゃうかも。恋愛してもいいか。あやおゆうか、おもろすぎだろ。あと前ササティック、ササでもササティックでも山本でもなんかゆうがって呼んでるんだよ。スタミさんはじめまして。スタミさんと番組で共演している某スマホさんのガチ恋です。ガチ恋になったきっかけは昨年の CR フェスです。その前から配信は時々見ていましたが、エイムはいいな程度にしか思っておらず、まさかここまでガチ恋をこじらせてしまうとは考えもしませんでした。それまでずっとアイドルをしてたことや、私自身が、恋に恋をしているタイプなのも大きいと思います。
最初はインスタで DM を送ったりしていましたが、持病であるうつ病の影響でそこまで気力がなくなっています。今は時々リプをする程度になっています。ただ1月にあった CR フェスには2日目だけ友人と参加しました。直前まで体調が安定せず、ボードやファンデレターは書けませんでしたが、彼のアイコンとペアルックになるようなコーディネートをして装飾された柱の前で写真も撮りました。帰宅を感想をポストしていいねをもらった時はラブレターを読まれたようなこっぱ恥ずかしい気持ちになったことを覚えています。幸せだね。彼の良くない噂や実際やらかしたこともあり、見る目がないと見下されることも少なくありませんが、どうせ叶わないし私とは釣り合わないからほっといてくれという気持ちで彼に声をしています。最後になりますが、今後もお体気をつけて頑張ってくださいじゃあ改めて言わせてもらおうかな。見る目ないっす。彼が好きなのって酒とギャンブルなんで、あと女なんで。しかもなんかここで一回刺すのもろくない。彼の良くない噂は実際にやらかしたこともある、見る目がないと見下せることも少なくありませんが、この一文クソおもれえな。もう配信で呼ばれるかもしれないと思ってるのになんで刺しに来たんだよ。あんまりこういうのって個人名出さない方がいいですよね。某 FPS 配信者さんかっこいい。そのさ、まあ結婚してる人にガチ恋しちゃうってのはちょっとね。ちなみにスタンミではない。俺結婚してねえわ。なんで俺のこと刺しに来たんだよ。ふざけんな、ジャブってくんな。ガチ恋について、私はダルマイズゴッドさんにガチ恋しています。23歳独身男性です。彼の明るい笑い、周りを笑顔にさせる能力、全てが配信者として人として最強だと思っています。彼の切り抜きがないと生活はまともにできず、寝ることもできません。仕事中もずっと彼のことが頭いっぱいで、常に彼の笑い声が聞こえてくる状態です。決してゲイという自覚はありませんが、私は彼のことを心の底から愛しているという自覚だけは明確にあります。もちろん交際や同棲もできたら幸せだと思っています。彼のためなら何だってできます。そして将来は彼にリアルに会うことも視野に入れ、日々人脈を慎んでいます。そんな私ですが、彼に会った際に必ず聞こうと思っていることがあります。電話番号、 LINE は交換可能か。電話番号ダメだったら LINE はダメだよ。ネットリテラシーの鬼と称されるほどに個人情報をネットにさらさないで有名です。そんな彼のプライベートを知ることで他の視聴者に格の違いを見せつけたいのです。私は特別な存在だということですが、会わないことには何も始まりません。そこで私は彼が出現しそうな場所を徘徊してみることにしたのです。ダルマさんはピアスをつけているという情報をもとに、街行く人の耳を舐めますように見て歩きました。結果としてピアスをつけている人は多く、彼ということを特定できる要素は、限りなくゼロに近いことに気づいて特定することは難しいことだったんでしょう。めっちゃバカやんこいつ。趣旨は少しずれますが、ソミさんはどのようにすればダルマズゴッドさんに出会えると思いますか。どうしてもらいたいです。そして私にチャンスあると思いますか。よろしくお願いします。バカだから無理だと思うよ。私のガチ恋は恐竜です。きたー。幼い頃から恐竜が好きで、映画ジュラシックパークやディズニーのダイナソーを見ながら人形で遊んでいました。小学生が終わりしばらく冷めていたのですが、ジュラシックパークシリーズ終了後からジュラシックワールドという新しい新作が登場。昔好きだった名残で当然見ましたが、気づいたらトイザらス以降、気づけば大量に恐竜を買い漁っていました。服もジュラシックパーク、帽子もジュラシックパーク、靴もジュラシックパーク、カバンもジュラシックパーク、指輪もジュラシックパーク。おじさんがいたら俺です。お前俺だったのか。まず、結構アパレル系も種類出てるのでおすすめです。恐竜好きというより、ジュラシックシリーズが好きなのですが、やはり幼い頃好きだったも に、ものは偉大なのです。とんでもない影響力は幼い頃好きだったからこそ今でもずっと大好きでいると思っています。スタミーさんもそのようなジャンルありますか。あー、恐竜だって賢い。でも抱いてる感情は恋愛なんだろうな。おい、ラーメンおごるから私とセックスして大阪で待ってるよ。俺のセックスラーメンで買おうとすんな。5000歩譲って俺のセックスラーメン代だとしておめえが来い東京に。なんで俺からおめえのとこを赴かないといけねえんだよ。ざけんな。俺自分大好き、あんまり人に興味ないわ。何このナルシストな鈴原投手がエヴァンゲリオン崩壊するって何これ。サミさんこんにちは。私はこの界隈のとあるプロ選手にガチ恋をしています。かつてライ様ガチ恋の女性のような熱量ではないので、うぞうむぞうと変わりないですが、成仏したので聞いてください。その人を好きになったのはつい1年ほど前です。最初は純粋に応援していたのですが、徐々にその人のことが知りたくなり、まず手軽なお洋服の特定から始め、お揃いにしてキャッキャしていました。
その次に活動地県生活圏の特定を始めました。ストーリーによくご飯の画像を載せていたのでご飯屋さんを特定しエリアを絞りました。活動地は、動画の外の様子が映っていたり、何気ないストーリーのスクショをひたすら Google マップでお散歩して、活動地も特定できました。外国ファンになりたくないので活動地に移したり誰かに行ったりは紙に誓ってしていないです。もしそれで誰かが、推しと会って会話なんてしてたら死にたくなるので、ここまででとどめておけばよかったものを最近は、住んでるところも、特定しようと手が動いています。止めてほしいです。24時間前その人のことを考えてしまって仕事もままならないです。ストーリーが上がったら DM を送りたいし生活圏に行ってばったり会いたい。でもこんな気持ち悪いストーカーの私に一瞬でも時間を使ってほしくないので全部我慢しています。でも私長えな。私が我慢しても他の誰かがその人のやり取りしてるって思うと腹渡が煮えくり返りそうで、もう理性が効かないです。試合とかでその人の視界に入る可能性はあるから自分磨きを頑張っていますが、どんなに頑張っても私は可愛くないし下りも良くないし、本当にただの気持ち悪いオタクでガチ恋してるのも申し訳なってきて本当に大好きなんです。ストーカーをするのも愛ゆえなんです。付き合いたいっていう気持ちはありますが、その人のブロロ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 ロ長いな。まあでもなんかその人の住んでる地域を特定してる人ってぶっちゃけたくさんいそう。ここから行動に移すか移さないかだよな。行動に移さないように。サミさんこんばんは。私は元クズハのガチ恋オタクでした。彼のことが本当に大好きでたまらなかったんです。その当時私はめちゃめちゃガキでインターネットの恐ろしさを知らずにガチ恋オタクをしていました。夢かっこ推しと自分の作ったキャラを恋人同士にした設定の空想絵を書いてもらったり、配信で目立てるように晴れ物コメントをしたり、事務所に毎週手紙を送ったりしていました。とある日ゲームの配信のスパチャでクズハのこと好きすぎて後輩振ってきたわというようなスパチャをしていました。このスパチャの文章は正真正銘の事実で、今になればなんで伝えたいだけにスパチャをしたんだろうと思っています。当時こんなスパチャを拾わなくていいのにクズハさんは拾ってくださいました。とても嬉しかったのを覚えています。しかし、クズハさんが拾ってくださったことでそのスパチャの部分が切り抜かれ SNS 上で拡散されていきました。最初は切り抜けられたことに気づいていなかったのですが、後々 FF さんのツイートで知りました。実際にその動画を見たらコメント欄が荒れていました。振られた男がかわいそう、あいたたたたたたた、このようなコメントが100件近く書かれていました。もちろん全てのコメントが否定的でなかったのですが、やはり否定的なコメントには反応してしまいます。私はそれきっかけで単折りしました。単折り、これ以上クズハさんに迷惑をかけてどうするんだと、責任感が重かったです。ちなみにはバロンの、プロ選手を応援しています。バロンと最高、めっちゃバカとった勝ち越しする女ってバカなやつしか、ガチ恋は楽しいですが、ほどほどに、そして内密に。私は皆さんの恋を応援しています。スタミさんもこれからスタミさんもこれから活動頑張ってください。応援してます。何も感情感情こもってなすぎだろ。ちなみに今はバロンのプロ選手を応援しています。バロンと最高、ビッグマック3つ。おい感情込めろ、俺今少しはついですぎんだろ。以前ロン毛のベーシストにガチ恋していたのですが、ある日彼が突然髪を切ってしまい、そこで恋も終わってしまいました。その後、ロン毛の、ポケモン配信者にガチ恋し始めたのですが、その配信者もバッサリと切ってしまいすぐ冷めてしまいました。今では一生ロン毛でいてくれる人を探しています。このままではハイキングウォーキングの卑弥呼様の方からの中岡にガチ恋することです。そんなにロン毛に行かれんだ。確かにロン毛の人ってずっとロン毛なわけじゃないね。ロン毛貫き通してる人って釈迦さんずっと貫き通してるよな。いや結構勇気いることなんだよね。感覚バグらせないとロン毛出ることって厳しいから、めんどくさいかかっちゃうからさ男は。お前に俺が救えるかな。救う気ないっす。サミさんお疲れ様です。私のガチ恋は DJ フォイさんです。5、6年前にレペさんがバズってた時に存在をし、ライブや配信を見るようになりました。ボイさんのルックスは素晴らしいですが、誰が見てもかっこいいです。ですがそれ以上に内面、人間性、頭の中も、魂に惹かれるところがあります。おお。
長く応援してる方といって演者の立場である彼のことを一ファンが知り尽くせるとは決して思いませんが、ホイさんのことが世界で一番大好きです。5年前もハイタッチ会で本人に言った時から変わらない、なんでハマったのか、いつどこを好きになって、好きだと思ったのか思い出せないけど、これ本名なの出していいのかな、知らねえけど、いっと、こんなかっこ、名前かっこよ。ホイさんが好きだと言ったものを私も全部好きになりたくて、学生の頃札の中身は全部紫メンバーカラーにしていたり、好きと言っていた伊坂幸太郎とか深町中世作品を読みない、 本読むの。食べ物だったらザーサイサイゼのキャベツペペロンチーノのキャベツ抜き、キャベツペペロンチーノのキャベツ抜き、松屋のネギ玉牛丼飯に追い卵、ボスのクラフトティー、ウォーキングデッドに激推ししてた映画のアダム&アダム、ディオールのソバージュ、フォイさんがデザインした服は、今日のお出かけに着ていきます。地獄みたいな世の中でもフォイさんが今日も生きてくれると思うとニコニコできます。フォイさんのことでいっぱい好きになれてよかった、人一倍幸せになってほしいし、家庭とか持って娘が思春期迎えたフォイさんとか見たい、本人に言ってたけどあんまり長生きするような人に見えないので、どうか早めに大きな幸せをつかんでほしい。すごいや、これは愛だな。5年だって、ほらフォイがブレずにいるからこそだね。熱い DM たくさんありました。俺のガチ恋みたいなのがチラチラいるけど、別にそれ読んだって思んないし、なんかそんな熱量ないんだよな。ね、長文とかじゃないんだよね。ひたさん好きよーみたいな。私本物のガチ恋よーみたいな。クズハノーとか、ジャスパーのとかやったら。言ってくんだけどさ。